爆笑チャレンジャーは、オランダで制作、放映されている、バラエティ番組である。爆笑チャレンジャー爆笑チャレンジャーは、オランダ公共放送の加盟局でもある、テレビ局トロスが制作し、1971年から続いている、オランダで最も長寿かつ有名となっているとされる、バラエティ番組である。タイトルのテランド、 テルジーエヌインデルックドは、英語では、オンランド、アットシーインザエアとなり、日本語に直すと、陸上、海上そして空中というような意味である。番組のコンセプトは、日本の風雲竹史上、アメリカのワイプアウトのような、視聴者参加型のアトラクションバラエティ番組である。鳥人間コンテストやサスケのような真剣さは少なく、どちらかといえば、コメディ色が強い。 競技の種類は多いが、典型的なパターンとしては、水上に設置されたコースの上を、参加者が自作した乗り物で通過し、転落せず、ゴールにたどり着くことを競う、というパターンが多い。2010年からは、ベルギーの民放テレビ局、VTM が、番組制作に協力している。日本では1990年代頃に、サンテレビなど一部のテレビ局において、 部天で野球が中止になった時の雨傘番組などとして爆笑チャレンジャーというタイトルで不定期に放送されていた。日本放送版ではナレーションを小野健一が担当。ウィキメディアコモンズには爆笑チャレンジャーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。